いえ、楽しいこれ、めちゃめちゃ変わってる。はい、こんにちは、ですけどね、この F1 と GT 最強のねシミュレーター筐体作ったんで、こちらを使ってね今日はルマンアルティメットやっていきたいと思います。久々の登場ですね。このルマンアルティメットなんですけど、あの本物のシミュレーターを作っている R ファクターが作った本格レースゲームということで、どうなんだろうね、大丈夫かなっていうところはあるんですけど、まあ当然言わずもがな超リアルにできているということで、決闘からいけばですよね、最強シミュレーターであって間違いないということだと思います。そのね DLC が出ておりましたので、アップデート等々ですねめちゃめちゃされているので、そちらの方を紹介していきたいと思います。1ヶ月ぐらい前に出た DLC パックですね、こちらがありまして、何が含まれているかというと、パック1にはレーザースキャンの、長い長いサーキット名、長いイモラサーキットですね、アウトドローもインテリアのレーノエントレーノディーノウェラーリーモラサーキットです。イモラサーキットが追加されてますということで、今年の初めにデビューしたランボルギーニの SC63 っていう車ですね、こちらと新しいプジョーの QX8 のこの2台も含まれているということで、早速ねイモラサーキットで走る、ちょルマンで走りたいんだけど、いいですか、ルマンで SC63 とプジョーの8X8、 これをね走らせていきたいと思います。それではやってきます。はい、ということで、こちらのマシンがランボルギーニの SC63 だね。すごかっこいい、 3.8 の V8 ですね。そしてこちらがプジョーですね。すごいデザインだよね、もうなんかポルシェもあってトヨタもある、010、あ、かっこいい、クロムもね、あ、これもいいね、これもね、なんかいろんな車ある、フェラーリがこれ、キャデラック、そして BMW と、じゃあ新しく登場したこちらの SC63 やっていきたいと思います。それでは富士スピードウェイ、なんで富士みたいになってるけど、はい、最強の GT 筐体にはですね、シムキューブ、アルティメット、そしてこれですね、ユーシンクボルト、アルティメットがついております。総額どのくらいなのか、80万ぐらいかな、になると思います。はい、それでは最新のマシンやっていきたいと思います。一速入れて、待って、エンジンかかんない、電気でピットアウト、電気でピットアウト、すげえ、今時はこんなんなの、途中からエンジンかかる、早い、1コーナーまで200キロ、1キロ、1コーナーまで早っ、俺が知っている車ではない、もうここ何、200キロで行っちゃう、やば、すごくない、富士の、富士を知っているだけあって、バックストレートやばいわ、ニュートラル抜けてたわ、最新の富士スピードウェイ、レーザースキャン、ニュートラル抜けるのやめてほしい、ああちょっと一周どんくらい出るか全く慣れてないけど、10秒落ちぐらいだけど、多分やってみよう、余裕で300キロ出る、余裕で300キロ出る、止まりすぎる、やばい、200メートルから踏んだら
止まりすぎる。意外とアンダー、意外とアンダー。タイヤが立ってないかな。まあタイヤが温まってるから。ここ200キロだもん、やばない。速度ギア比おかしいから。あいや、あいや、バックストレート170キロ、170キロ、ローサー言ってる。これよくよくスピンする。旧プリウスコーナー。そう。はいや。はいや。はいや、どっからいける。案外 100m からでも止まれそうな勢い。感じがダウンホースマシンだからさ、100キロ前後とこれすっごいアンダーになってく。メカニカルアンダーでダウンホースオーバーオーバーまでいかない。もう一回ちょっとチャージし、何秒出てんのこれ。タイムどこに出てる。1分35秒。そんなに、あ、終わっちゃった。1分35秒とか出ちゃ、いやいや、もっと、全然20何秒だよ。トップです。すごい、すごくないこれ。やばい、もう一台乗りたい。もう一台ちょっと乗ってみようよ。それではプジョーですね、24年モデルのQX8、呼び方わからん。はい、それではね、次プジョーを乗っていきたいと思います。それでクラッチつないで、すごい。またエンジンかかってない。このなんかコックピットもかっこいいね。すごっ。さあ、なんかランボの方が速いような、こっちの方が速いような。さあ、これアルファクターだからさ、本当にこう超リアルなわけじゃん。俺が乗って多分富士で立って35秒出ちゃうみたいな、そういうことなんだろうね、この車。出せると思う。
こんな速く、こんな車だったら。うーわ、くっそ速い。こっちちょっとアンダーじゃないな。ランボルギーニちょっとアンダーだったね。プジョーは意外と。もう一足っていう、なんだこの失敗した。アンダーだった。アンダーのちょっと領域がちょっと違うんだよ。面白い。300キロ超えて、あ、こっちもストレート遅い。ランボルギーニは速いのよ、そのエンジンが。エンジンって言っていいのかな。ちょっと待って、看板1個間違えた。速すぎて1個看板間違えた。あ、ランボルギーニは速い気がする。富士は単純に、本当に汚れがつく。まで3速に入っちゃうっていう、やばい車だ。コーナーは、最終コーナーは1速立ち上がりなのかな。2だな、さすがに2だな。これで何秒出るの。33秒、マジか。あそこ失敗してて、全然いける。あ、でも切れるな、これ。シミュレーターだ。めっちゃ似てる。この車乗ったことないけど。本当になんか実写のライン取れる。終わっちゃった。終わっちゃった。全然もっといけるんだけど、もっと行きたいでした。32秒。あ、落ちた。落ちた。敵遅すぎる問題ある、これ。俺だけ32秒。はい、それではね、ちょっと一旦、こんな感じかスタートしていきたいと思います。60キロ
ホールド。スローダウン60キロホールドからどこでスタート？グリーンフラッグ、グリーンフラッグ。行かれた、みんな行かれた。しぶきておりますが、設定ができてない。めちゃくちゃ気持ちいいこれ。楽しい、これめちゃめちゃ変わってる。すごっ。着いた。楽しすぎる。楽しい。ぶっちぎっちゃってるけど、もうどうでもいい。一人でも走ります。33秒。
ープしたい。スピードバックはすごいいいな。すごいいいわけじゃないけど、多少振動が入るんだよねこれ。32秒7。さらにこんな決まってる。ちょっと曲がり方違うけど、まあまあいいタイム出たんじゃないこれ。31秒。まあまあガソリン入ってなかったら29秒台入りますね。はい、ということでやってきましたけど、いかがだったでしょうかね。いや、ルマーアルティメットめちゃめちゃいいね。うん、やっぱり最強シムと言っても過言ではないぐらいリアルですね。スピードウェイのなんだろう、何があって、やっぱタイヤとか、そのなんか挙動とか、その辺、ゲームじゃないね、本当に。これはすごいと思いました。ちょっとね、レースとか、もうちょっと設定ちゃんとしてね、あと、オンラインもやっちゃうみたいな感じになってきましたね。あ、今回から、なんかリプレイがね、ちゃんとできるようになったみたいです。またね、これやってくんで、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。最強シムだね、これ。すごい。